ス27日、東武スカイツリーライン引き船から東京スカイツリー間が高架化されます。東武鉄道は、明日27日の始発電車より、東武スカイツリーライン引き船から東京スカイツリー間の上り線を高架化します。東武スカイツリーラインでは、引き船から東京スカイツリー間の約 0.9km を高架化するため、連続立体交差事業が進められています。高架化に向け、2018年1月に工事に着工しました。高架化により、桜橋通りにある伊勢崎線第2号踏切が除去され、道路と鉄道の安全性が向上します。また、鉄道と交差する都市計画道路などを合わせて整備することにより、これまで鉄道によって隔てられていた南北の市街地の行き来が容易になるなど、街が一体化され、安全性、快適性が向上します。そして、工事の進捗に伴い、今日26日終電後に線路切り替え工事が行われ、明日27日の始発電車より、上り線が、地平から高架間へ切り替えられます。これにより、東京スカイツリー駅では、東側へ約150メートル移設した新たな上りホームの供用が開始します。現在の駅舎と、移設した新たな駅舎は、駅構内で互いに行き来することはできなくなります。また、現在の駅舎の正面口改札は、今日26日の終電をもって使用を中止します。なお、下り線については2024年度までに高架化する予定で、今後も工事を進めていくということです。下り線の高架化も完成すると、東京スカイツリー駅は2面3線となります。これで11月26日の KAB ニュースを終わります。